プルタルコス像プルタルコスは、帝政ローマのギリシア人著述家。著作に、対比列伝などがある。英語名のプルタークでも知られる。ボイオーティアにあるカイロネイアの名門出身。アテナイで数学と自然哲学を学び、ギリシャ本土とコアジアのサルディス、エジプトのアレクサンドリアに赴き、カイロネイアの施設として、ローマにもたびたび滞在した。生涯を故郷で過ごし、 市民と親しく付き合い、ローマからの客をもてなしたので、家は大いに賑わったとされる。一方では、デリフォイ神殿の神官と交流を持ち、神託を推奨した。思想的にはアカデミア派に属し、その他ストア派やペリパトス派の考え方も取り入れていた。著作活動に熱心で、3世紀頃に編纂された、プルタルコス著作目録によれば、対比列伝を、はじめ、 227もの書物が挙げられている。対比列伝は一人の人物を記述した、単独電気4編と、古代ギリシアの人物と古代ローマの人物を対比した、対比列伝22編からなる。対比列伝では、アテナイの王帝セウスと、王政ローマを建国したロームルス、スパルタの立法者リュクルゴスとローマのヌ沼、アレクサンドロス三世とカイサル、などが対比されている。この 対比列伝は16世紀にジャック・アミオによる節訳がなされ、その仏語版から17世紀のサートマス・ノースが訳した、英語版を参考にシェイクスピアは、ジュリアス・シーザー、アントニーとクレオパトラ、コリオ・レイナスなどのローマ刺激を執筆したとされる。倫理論集は、政治、宗教、哲学などについて論じた、随想集であり、エッセイの起源であるとされる。 後に、モンテーニュやラブレーなどのルネサンス期のフランス文学や、ラ・ロシ風光など17、18世紀のフランスモラリストに大いなる影響があった。トマス・ノース英訳版、プルターク英雄伝は、高価な特性、本2冊組で刊行。2019年夏に5巻目、2021年5月に6巻目刊。最終第6巻に、全冊の固有名詞作品を収録書館は、 プルターク英雄伝、全六巻、鶴見雄介役、改造者、1934年。所管は、戦前1930年、様々な版で刊行された。ありがとうございます。